はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、この歩きの科学、なぜ頭と体に良いのかというタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この表紙を見てわかるかと思うんですけど、非常に古い本で、実は発行が1988年と、今から30年も前の本になります。なので、中身としてはもちろん当時と今では医療的、医学的な見地でもう全然違うレベルで研究が進んでますので、特に紹介はしません。で、自分自身もそれに期待してこの本を買ったというよりはですね、自分も最近朝起きて、30分とか1時間散歩をしてみたりとか、ジョギングを、ジムでしてみたりっていうのをしてるんですけども、やっぱ歩くっていうこと、またその延長として走るっていうことは、やっぱり生活にリズムとか張りとかをもたらすなっていうのを感じてたので、手に取って読んでみました。で、この本から、今改めてこれが面白かったっていう紹介する内容はないんですけども、やっぱり歩くっていうのは体にいいよねっていうこと。と、その時に、ポイントとしてはやっぱり姿勢を正して歩くっていうことが大事だっていうことが、この本の中で書かれていました。で、そして姿勢を良くして歩いていくことによって、自分の筋力であったり、神経系っていうのが、より発達連動してくるようになって、その結果として脳にもいい影響を及ぼすということが、この本の中では書かれていますし、実際自分の体感としてもですね、毎日決まった時間、決まった、量というか、決まった時間帯に決まった長さだけ、歩いてみるっていうことを、やってみるとですね、やっぱり生活に、何て言うのかな、その精神的にも余裕が出て、張りが出るなっていうのはすごく感じるので、そういう意味で、歩いてみるっていうのはいいかなというふうに思っています。で、昔はなんか老け込んでるみたいで嫌だったんですけれども、逆にやっぱ若いうちの方がこういうことについて意識した方がいいんじゃないかなというふうに思っていて、その理由は2つあるんですけれども、1つ目は若い方が、死ぬまでに残されている時間が長いんで、そういう習慣形成は早ければ早い方がいいだろうっていうことと、2つ目はやっぱ若い人の方が周り魅力的で、誘惑されやすいものが多いんで、やっぱそういう時代からこういう、歩くだけじゃないんですけど、日々の小さい動作について、考えてみて、それを少しずつ洗練させていくっていうのは、誘惑に負けずに、自分の人生を作っていくっていう意味でも、いいんじゃないかなというふうに感じました。はい、ちょっと本の内容からの、説明は少ないんですけども、今日は以上です。